いやもう足場がすごいことになっとるな。異空間になっとるね。シーモアみたいだけど、生まれ変わりじゃないの？魔天のガーディアン。移動 移動なんてあんの？移動した方がいいことがあんの？とりあえず殴ろう。強い。マジ？しかもなんかボスのスピード結構速いぞ。じゃあ移動してみようか。これ目の前に攻撃判定があるのか。これ外れる？ちょっと3点に分かれてみよう。バーサクテイル。まあとりあえず犠牲者は1人で済んだっていうことでいいかな。なに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 。すごい長いパンだったわ今。待て、ルールってまだ行動してないよね。今までにないパターンだね、これ死ぬでしょ。ちょっとさ、もう毎回バタ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 死んでいくんだけど。言うな。あ、そうか、ヘイス画とか使えないんだよ。生き残れよ。いやーきつ。バーサークかかってんだよね。あ、カウンターあるんだ。タッチ悪いな。バーサークかけといてカウンター持ってるわけ。行く。やばい、普通に強い。これってことは物理攻撃しない方がいいな。なんかカウンターされるんだよね。魔法で倒さないかん気がするな。ルルーの魔法攻撃を一回打ってみて、どうかってところを見ようかな。グラ、バイオ、まあそうだな。サンダガかグラビデだな。最初はグラビデでいいかな。毒はならん。グラビデも効かん。決死の攻撃させてもらったんですけどね。あれかな、その滞在してるマスによって受ける攻撃が変わるんかな。それだったらなんか合点がいくんだけど。でボスのね行動がさ、ほらこれなんかいっぱいあるんだよね。ボス3ってやつと5ってやつと、なんなんこれ、めちゃくちゃ攻撃するターンがあるんだよな。どうしよう、どうやったら勝てるんだこれ。毒効かんでしょ。じゃあとりあえずアーマーブレイク打ってみようかな。あ、パワーブレイクして攻撃力を下げよう。効かん。必要にルールを狙っていく。ない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 、なにこれ、そこにいるとやばいってこと。アーマーブレイクは、いや全部ガードするやんこの人。なんでプロテスとかで守ってあげたいので、やっぱリックのマイティージースーパーだな。よし、調合いくぜ。カーテン、月のカーテンがいっぱいある。よし、みんな頼むよ。死なないでほしい。ティーダが特にやばい。よし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 。ああ、バーサックかかった。
いや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 、カウンターとかやめてほしい。んで、回復はでもリュックにさせたいので、普通に殴るか。なんかあるかな。ディレイアタックは効くんかな。やっぱガード、この人何でもガードするな。やろ。回復役のリュック。まあ、アロンはね、別にバーサクのまんまでもいい気がしてきた。はい。マジカルマイン。あ、あそこにいるとまずいってこと？ではでは、アロンは、アロンはバーサクのままじゃまずい。どうやったら治るんだ、あれ。万能薬で治るかな？バーサク多分初めてかかるから治る？君治った？チェックしようか。あ、治ったっぽい。よしよしよし。じゃあ回復しよう。アーロン移動してほしいんだけど。殴る。アーロンはギリギリか。ギリギリ移動できるね。殴る。よし、移動。向こう側並ぶとちょっと嫌だけど。範囲攻撃。よし。誰か移動しよう。アーロン元のところに戻ろうか。あの目の前3マス攻撃するのはちょっとね、やらしいね。なんか FF っぽくないね、ここは。シミュレーションゲームみたいになってる。殴る。嬉しいよ、いよいよ。おお、外れてるね。ガードして、え？死んでまった。ちょ、移動しよう。一個裏側に持っていき、ティーラも裏に回って、目の前にアーロンだな。この布陣だったら結構いいんじゃない？殴ってみようか。んで、アーロンに攻撃するでしょ。で、アーロンがカウンターしてくれると思うんだよね。あ、カウンターしないんだ。お、倒した。いやー、これは厄介だわ。お、見たことあるマーク。ユナ、着いたぞ。ですね。どういう気持ちなんやろうね。はい。究極召喚がねえだ。
これあれかな、アイテム入手のためには戻った方がいいのかな。戻れた。あれやっぱやれないんだ。これ祈り子様じゃない、ただの石像なの。この像はすでに祈り子としての力を失っておる。史上初めて究極召喚の祈り子となったゼイオン様、そのお姿をとどめる像に過ぎぬ。ゼイオン様はもう消えてしまわれた。消えた？ってことは究極召喚もなくなっちゃったの？ご安心なされ。ユーナレスカ様が新たな究極召喚を授けてくださる。召喚師と一心同体に結びつく大いなる力を。奥に進むがよい。ユーナレスカ様の身元へ。ちょっと待てよ、アーロン。あんた最初から知ってたんだよな。どうして黙ってたの？お前たち自身に真実の姿を見せるためだ。ユーナ。もう戻れないよ。分かっている。決まりが先に行く。ユーナの前は決まりが守る。ブラスカ組も同じ道をたどったわけだよね。もう一回ボス戦かな。ゾナルカンドへ。長い旅路を越え、よくぞたどり着きました。大いなる祝福を今こそ授けましょう。我が究極の秘技、究極召喚を。すごい格好。選ぶのです。あなたが選んだ勇士を一人、私の力で変えましょう。そう、あなたの究極召喚の祈り子に。思いの力、絆の力、その結晶こそ究極召喚。召喚師と強く結ばれた者が祈り子となって得られる力。二人を結ぶ思いの絆が真意を倒す光となります。千年前、私は我が夫ゼイオンを選びました。ゼイオンを祈り子に変え、私の究極召喚を得たのです。恐れることはありません。あなたの悲しみはすべて解き放たれるでしょう。究極召喚を発動すれば、あなたの命も散るのです。命が消えるその時に、悲しみは消え去ります。あなたの父ブラスカもまた同じ道を選びました。まだ間に合う。帰りましょう。私が帰ったら誰がシンを倒す。他の召喚師とガードに同じ思いを味合わせろと。それは、しかし何か方法があるはずです。でも今は何もねえんだろう。決めた。祈り子には俺がなる。ずっと考えてたんだけどよ、俺の夢はザナルカンドにいる。あのチビを一流の選手に育て上げて、
てっぺんからの眺めってやつを見せてやりたくてよ。でもな、どうやら俺ザナルカンドには帰れねえらしい。あいつにはもう会えねえよ。となりゃ俺の夢はおしまいだ。だからよ、俺は祈り子ってやつになってみるぜ。ブラスカと一緒に真と戦ってやら、そうすれば俺の人生にも意味ができるってもんよ。やけになるな。生きていれば、生きていれば無限の可能性があんたを待っているんだ。やけじゃねえ、俺なりに考えたんだ。それによ、アーロン、無限の可能性なんて信じるとしてもねえんだ俺は。ジェクト、なんだ、止めても無駄だぞ。すまん。いや、ありがとう。ブラスカにはまだシンを倒すって大仕事が待ってる。俺の分までブラスカを守れよ。じゃあ行くか。ブラスカ様、ジェクト。まだなんかあんのか。シンは何度でも蘇る。短い凪節の後でまた復活してしまうんだ。この流れを変えないと二人とも無駄死にだぞ。だが今度こそ復活しないかもしれない。かけてみるさ。まあアーロンの言うことももっともだ。よし、俺が何とかしてやる。何か策があるというのか、ジェクト。無限の可能性にでも期待すっか。そして何も変わらなかった。俺たちが変えてやる。どうやって？作戦なんて何もねえんだろ。誰かが祈り子になる必要があるなら私いいよ。俺もだ、ユナ。それじゃあ親父たちと一緒だろ。凪節作ってそんだけだ。また復活しちゃうだろ。あのな、シンを倒してユーナも死なせねえ、そんでシンの復活も止めたいってか。全部叶えば最高だけどよ。欲張りすぎたら全部失敗するわ。嫌だ、欲張る。青臭いこと言うなよ。青くてもいい。大人ぶってカッコつけてさ、言いたいことも言えないなんて絶対嫌だ。そんなんじゃ何も変えられない。俺、この青さはなくさない。ああ、どうしたらいいかなんてわかんないよ。でも、10年前のアーロンが言ってたこと、俺も信じるっす。無限の可能性？うん、俺、行ってくる。ユーナレスカに話聞く。聞いたら、なんとかなるのかな。さあな、わかんないけど。俺の物語、くだらない物語だったらここで終わらせてやる。待って。ねえ、私にとっては私の物語なんだよ。振り回されてちゃダメ。ゆらゆら揺れて流されちゃダメ。どんな結末だってきっと後悔する。そんなの嫌だ。私決める。自分で決める。すごいね。命がけで戦ったブラスカとジェクト、この二人の子供同士が今旅してるっていうのも凄まじい物語だね。
祈り子となるものは決まりましたか？誰を選ぶのです？その前に教えてください。究極召喚で倒しても真は絶対に蘇るのでしょうか？真は不滅です。真を倒した究極召喚獣が新たな真となり変わり、必ずや復活を遂げます。そんで親父が真かよ。真はスピラが背負った運命、永遠に変えられぬ宿命です。永遠にって、でもよ、人間が罪を全部償えば真の復活は止まるんだろ？いつかはきっとなんとかなんだろう。人の罪が消えることなどありますか？答えになっていません。罪が消えれば真も消える、エーボンはそう教えてきたのです。その教えだけがスピラの希望だった。希望は慰め、悲しい定めも諦めて受け入れるための力となる。負けるな！ただの気休めではないか！ブラスカは教えを信じて命を捨てた。ジェクトはブラスカを信じて犠牲になった。信じていたから自ら死んで行けたのですよ。うわあ！究極召喚とエボンの教えはスピラを照らす希望の光。希望を否定するのなら生きても悲しいだけでしょう。さあ選ぶのです。あなたの祈り子は誰？希望のために捧げる犠牲を。嫌です。死んでもいいと思ってました。私の命が役に立つなら死ぬのも怖くないって。でも究極召喚は何一つ変えられないまやかしなのですね。いいえ、希望の光です。あなたの父も希望のため犠牲となりました。悲しみを忘れるために。違う、父さんは、父さんの願いは悲しみを消すことだった。忘れたりごまかすことじゃない。消せない悲しみに逆らった何の意味があるのです？父さんのこと大好きだった。だから父さんにできなかったこと私の手で叶えたい。悲しくても生きます。生きて戦って、いつか、今は変えられない運命でもいつか必ず変える。まやかしの希望なんかいらない。哀れな、自ら希望を捨てるとは。ならばあなたが絶望に沈む前にせめてもの救いを与えましょう。悲しい闇に生きるよ、希望の光に満ちた死を、すべての悲しみを忘れるのです。どうする？今こそ決断する時だ。死んで楽になるか、生きて悲しみと戦うか。自分の心で感じたままに物語を動かす時だ。決まりが死んだら誰がユーナを守るのだ？私やっちゃうよ。ユーナレスカさんと戦うってのか？冗談きついぜ。じゃあ逃げる？俺を許せねえよ。たとえ死んだってな。同じこと考えてた。ユナ、一緒
緒に続けよう。俺たちの物語をさ。ユーナレスカってあれだな、シーマとなんか似てるね。このまま出あればされっていうような感じで終わるかと思ったけど、じゃあ殺してあげようと。アーロンもなんかこの瞬間のためにここに連れてきたっていう感じがするね。さあ何持ってやがるんだ。体力の薬。どうしよう。とりあえず起こした方がいいのかな。フェイスはしとこう。相手も早いね。起こしてくれた。しかもあんま強くない。塩は操るもの、聖なる力に弱い。聖水かけてみようかな。それしかないね。ミス。特に意味はなし。カウンターでスリプルかけてる感じがあるな。まあならんわね。あとはアーロンのパワーブレイクとかあの辺が効くかどうか。きっちり。おお、防御してた。あ、さっきの投げキッスみたいなやつで多分ヘイスト消えてるな。あれデスペルの効果あるね、おそらく。アーマーブレイク多分効かんだろうけど。ですよね。第2段階。ヘルバイタ。げつないな。とりあえず状態異常がすごいことになってるね。ゾンビ。危ない危ない危ない、ありがとう。ヘルバイターなんか連続で来るね。聖水めっちゃなくなる。リジネありがとう。多分そういうことだね。全員ゾンビじゃないとヘルバイターが来ると。いや、そういうわけでもないか。第3段階。いや、えげつない。怖いんですけど。首だけになっちゃったじゃん。何これ、オーバーですって。何、死の宣告。ゾンビは生き残るんか。よかった、1人残しといてよかった。あー、リュックが。そういうこと。いや、クソ、あべこべだな。そうか、じゃあ全員ノーマルだとちょっとまずいね。一人ゾンビいるな。リュックはやめて。よしよし。あ、違うわ。今、ティーダがゾンビか。いや、だんだん強くなってきた。やばい。これ全滅するかな。
ナイスティーだ。正気にすべきはリックかな。混乱防止持ってないんだよね。やばいな、ティーダ死ぬな。ゾンビ一人残しておきたいんだけど。よし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 、リックはゾンビにしとこう。よしよしよし、これでリックが生き残るんで、あ、即死防御って誰か持ってたな。おーし、リック調合使えるけど今意味ないね。混乱防御誰が持ってたかな。ああ、ユーナか。ユーナ常駐するか。つってもやることはありません。ちょうどよかった、これで混乱しない。よし、これでだいぶ相手の HP が減ってるので、マスター召喚でメガフレアで死にそうな気がする。どうしような、それやって下手こいて全滅するのは嫌なんだけど、あ、バハムート普通の召喚で出もうマックスか。行くか。メガフレア、これで死ぬでしょう。あー、何ダメージ9999以上いくんだ。そうなんや。冬が私を鍛えた。